はい、皆さん、こんにちは。下田しでございます。今回やっていく内容は、機能性ディスペプシアについて確認していきます。じゃあ、この機能性ディスペプシア、これね、たまに耳にすることあると思うんですが、しっかり調べたことないとか、深く掘り下げたことないって方いらっしゃると思いますんで、今回は、この動画で、機能性ディスペプシアについて、深く掘り下げていこうというね、そんな内容となっています。じゃあね、何を見ていくかというと、見ていく内容は、定義、要因、分類。 あとはですね、どういったお薬を治療に用いるのかってことを確認していきますんで、今回この動画で定義、要因、分類、そしてですね、どういったお薬用いるのか、これをね、確認していってもらったらいいかなと思います。じゃあまずは、定義から確認していきますけど、定義はこうなってます。 症状の原因となる器質的、全身性、代謝性疾患がないにもかかわらず、慢性的に胃もたれや進化物痛などの進化部を中心とする腹部症状を提出する疾患、これを機能性ディスペプシアと言っているということです。で、これ定義だけ見るとすごく難しく感じるんで、皆さんは名称から簡単に機能性ディスペプシアを押さえましょう。 じゃあ、どんな風に押さえたらいいかというと、こんな風に押さえてください。まず、ディスペプシアの意味ですね。ここを押さえていきますが、このディスペプシアというのは、腹部不快感のことをディスペプシアと言います。胃が持たれる、進化物がある、こういったものをディスペプシアというんだなと押さえてください。で、これに、機能性というのをくっつけてるんですね。じゃあ、これ、機能性ってくっつけてるけど、なんで機能性ってくっつけてるかというと、機能に異常がある。知覚過敏になったりとか、 あとは、運動機能が低下してる。まあ、こういったことによって、ディスペプシアが認められるっていうことで、機能性とついています。なので、機能の低下により、もしくは、機能がですね、まあ、うまく働かないことによって、腹部不快感を覚える。こういったものを、機能性ディスペプシアと言ってるわけです。じゃあ、このことから定義見るとこんな感じね。器質的に問題ない。全身性、代謝性、疾患はない。だけど、 腹部不快感ですね。こういったものを感じるものを機能性ディスペプシアと言っているんだ。要は、機能に異常があることによって腹部不快感を感じることを機能性ディスペプシアと言っていると抑えてくれれば結構です。じゃあ、そんな機能性ディスペプシアなんですが、何を要因として起こってくるかというと、まず一つは遺伝的要因。胃の形状ですね。これが関係していたりとか、あとは近く状態の域地低下。こういったものが機能性ディスペプシアに関わっているよと言われてますね。 あとは社会的要因ですね。ストレスですね。まあこれ実感したことある人がいるんじゃないかなと思いますけど、まあストレス感じることによって、うまく、まあ、消化感働かなくなってですね、腹部不,不快感感じる。まあこんなことあったりします。あとは環境的要因ですね。タバコ吸う。睡眠不足。あと、お酒を飲むですね。あと、ピロリ菌による感染症。まあこういったものがですね、機能性ディスペプシアを誘発することあると。で、あと心理、心理的要因ですね。 不安とか抑うつ。こういったものも消化管の動きを悪くして、機能性ディスペプシャを誘発することあるよとされています。まあ、ちなみにこの不安と抑うつなんですが、これにはですね、こんなものが関わっていると言われてますね。脳腸順、脳腸相関ですね。まあ、これが関わっていると言われています。脳と腸は相関性がある。つながっているということで、 まあ脳の不調がですね、腸にも現れたりするということで、不安とか抑うつ、これを感じることによって、機能性ディスペプシアが誘発されることあるよ、とされていますね。まあこの辺は皆さん実感したことあるんじゃないかなと思います。考えることですね、これが多くなることによって、腸に症状現れる。腸の動き悪くなる。まあこんなことね、実感したことあるんじゃないかなと思います。これが要因と言われるものになりますね。 じゃあ、そんなですね、機能性ディスペプシア、いろんな要因によって起こってくるんだけど、これ、大まかに二つに分類されます。まず一つは、食後収縮症候群。食後に現れるんですね。まあ、食後に症状なんか現れる、食後収縮症候群ってものと、あとは、進化物症候群ですね。まあ、この辺に痛みを感じるですね。進化物症候群に分類されます。じゃあ、これがね、二つに分類されるんだけど、どういうふうに分類されるかというと、この食後収縮症候群は、運動機能異常。これによってですね、 機能性ディスペプシアが現れている。まあ、こういった場合に、食後収縮症候群というふうに分類される。というふうになっていて、で、あとは、内臓近く過敏。まあ、こういったものが現れることによって、進化物が現れる。こういったものを進化物症候群に分類しているというふうになります。じゃあ、その内訳なんですが、どうなっているかというと、運動機能以上の一つ目としては、食後のもたれ感ですね。まあ、これが関係していると言われています。これがですね、まず一つ起こってくると言われています。 どういうことかというと、運動機能が落ちる。それによって、食事をしたものが、うまく消化管の中で送り出されない。それによって、食後、もたれ感を感じる。まあ、こんなことがあるので、これをですね、食後、収穫症候群としていこうとされています。あとはどうかというと、あとは、早期満腹感というのがあるんですが、これどういうことかというと、食事をすると、胃は食事を受け入れようということで、バンと広がります。で、このバンと広がることを何というかというと、このバンと広がることを、 適応性士官と言います。食事によって胃が広がるですね。まあ、こんなことを難しく言うと適応性士官と言うんですけども、この適応性士官が障害されると、早い段階で満腹感を感じるってことがあります。 ということで、この適応性士官がうまくいっていない。こういった場合に、機能性ディスペプシアが認められる。これを、食後、収縮症候群というふうに分類していこうと、こうされてますんで、このこと知っておいてください。なので、運動機能異常によって、食後のもたれ感感じるとか、運動機能以上によって、胃がうまく広がらない。 こういった時に機能性ディスペプシアですね、現れるんですが、この機能性ディスペプシアを食後臭素症候群に分類していくというふうにしています。まあ、機能性ディスペプシアの中でも食後臭素症候群ってものに分類されていくんだというふうな感じなんですね。あとはどうかというと、あとは進化物症候群ってあるんですけど、この進化物起こる要因として胃酸があります。胃酸が 胃とか十二章の粘膜を障害して、それによって痛い痛い痛いってなることがあるんですね。これがまず一つですね。進化物症候群の一つということになります。あとは、進化物灼熱感っていうのがあるんですが、これなんで起こるかというと、これは、消化管のですね、神経。これが過敏になってですね、消化管にあるですね、神経が過敏になって、それによって熱感を感じる。こういったものを認められるのが、進化物症候群とされてるんですよ。って感じなんですね。なので、機能性ディスペプシアですね。これは、まあいろんなね、 ことが起こってくる。食後もたれ感、早期満腹感、そして進化物、進化部灼熱感。まあこういったの現れるんだけど、これらを分類分けしていくと、食後収素症候群と、あとは進化物症候群に分かれていく。んだっていう感じになってます。これが機能性ディスペプシアの概要ということになりますね。じゃあそんな概要を押さえた上で、今から治療薬見ていくんですが、まず治療薬としては、この運動機能異常、これを改善していくというものがありますね。 じゃあこれ改善していくってものがあるんだけど、どうやって改善していくのかというと、改善していくっていうね、そんな方法があるんだけど、まず一つは、5HT4 受容体。刺激薬ですね。これがですね、運動機能以上改善するというふうに言われています。この 5HT4 受容体刺激薬としては、 モサプリドと言われるお薬があるんですが、このモサプリドというのは、アセチュルコリンの有利を促進して、消化管運動を促進していくっていう作用がありますので、機能性ディスペプシアを改善すると言われています。あとはどうかというと、あとは D2 受容体、遮断薬。D2 受容体、これ遮断ですね。遮断薬ですね。まあ、ドンペリゾンとか、メトクロプラミドです。 このドンペリオンメトクロプラミドというのは D2 状態遮断することによってアセチルコリンの有利を促進します。それで消化管運動を促進しますので、この D2 状態遮断薬なんかも機能性ディスペプシアの症状を改善すると言われていますね。そして、あともう一個はコリンエステラーデ阻害薬。お薬で言うとアコチアミドと言われるお薬です。 このアコチアミドというのはコリンエステライドを阻害する。それによってアセチルコリン濃度を高める。そのことから消化管運動を促進するということで、このアコチアミドが機能性ディスペプシアに使われるとなっています。ちなみにこのアコチアミドが 唯一ですね、機能性ディスペプシアに適応を持っていますので、このアコチアミド、なんで使うことができるかというと、このアコチアミドはコリン SR で阻害することによって、アセジルコリン濃度を高めて、そして消化管機能以上ですね、これを改善することが、機能性ディスペプシアに用いられるんだということを知っておきましょう。まあ他のものはですね、適応症に機能性ディスペプシアというのはありませんが、まあ機能性ディスペプシアに効くんじゃないかっていうね、まあこんなお薬となっている。 で、このアコチアミドはどうかというと、このアコチアミドというのは、コリン SR を阻害することによってアセチルコリン濃度を高めるんで、機能性ディスペプシアに効果ありますよということで、適用にね、このね、 アコチアミドは機能性ディスペプシアが乗ってますんで、まあこれは絶対知っておかなきゃいけないお薬ということになります。なんでアコチアミドは機能性ディスペプシアに効くかというと、アセチルコリー濃度を高めて、運動機能以上を改善するからってこと、ここをね、ちゃんと押さえておきましょう。これが運動機能以上を改善するということから、機能性ディスペプシアに用いられるお薬となっているということです。あとはどうかというと、あとは進化物ですね。これがですね、胃酸によって起こってくるということで、この進化物を改善する目的で、 H2 ブロッカーですね。用いたりとか、あとは PPI、プロトンポンプ阻害薬なんかを用いていくことがあります。で、あと、心理的要因、不安とか抑うつ、これを改善する目的で何用いられるかというと、抗不安薬が用いられます。 ベンゾジアデピン系の抗不安薬とか、あとは抗不安薬として SSRI なんか用いられますんで、この不安とか抑うつ、これを改善する目的で、ベンゾジアデピン契約ですね。ベンゾジアデピン契約を用いたりとか、あとは SSRI、選択的セロトニン再取り込み阻害薬なんかを用いることあるんだよってことを知っておきましょう。 あと、要因に、ピロリ菌による感染症、これがありますんで、ピロリ菌、これが医療だったら、ピロリ菌、除菌することによってですね、 機能性ディスペプシア改善する可能性ありますんで、ピロリ菌の除菌をするですね、お薬使っていくことあります。アモキシリン、クラリストロマイシン、PPI の併用ですね。まあこういったものをすることによって、ピロリ菌除菌して、機能性ディスペプシアを改善していくことあるんだよってことを知っておくといいでしょう。ってことで、今回何見ていったかというと、今回は機能性ディスペプシアの定義、要因、分類、これを見ていきました。で、プラスアルファ、薬物治療を見ていったんですけども、皆さん、機能性ディスペプシアって一体どういったものなんですか そして、お薬どういったものを使っていくんですかってことを把握してもらって、適切に薬物治療をしていってください。それでは。